いまの気持ちは、ただいまの気持ちは、記者会見ってそんなにする機会ないので大変緊張しております。そりゃそうだ、はい、ありそうでないですか、記者会見って。いや、あんまりないですね。太蔵さん慣れてるんで。慣れてないで、そんなに慣れてるってことはないですけど。謝罪会見じゃないから。そうですよね。不祥事じゃないから。本当に嬉しいです、あの係長。係長それでは、弊社の業績副社長杉浦太蔵さんに登壇していただきます。お願いします。あ、皆さんよろしくお願いします。お世話になります。お忙しいところありがとうございます。全然温まってない。何ですか、前説が弱くてすみません。何ちゅう前説したんですか今。申し訳ございません。謝罪会見じゃないですか。すみません、私が未熟なもんで。びっくりする気がしたんで。めったしいな。こんな質問に返ったら。やっぱこれが足りなかったですかね。これつけるか忘れてます。いや、皆さん本当お忙しいところありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ここからのマスクで話させてもらいます。いや、本当ありがとうございます。じゃあ、あの一言挨拶。先に、あ、副社長の方から。そうですね。吉崎副社長。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。丸友の宮崎と申します。本日は大変お忙しい中、杉浦太蔵様、商品開発、特命係と、就任 会見にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。また日頃より、丸友商品をご愛顧いただき、熱く御礼申し上げます。今回の企画は、丸友公式 YouTube のエピソード0、出会い編でも、ご紹介させていただいております通り、昨年の11月に、杉浦太蔵さんと弊社常務の、土井が、番組共演もさせていただき、まあ、その後たまたま東京行きの、飛行機で、太蔵さんとお会いしまして、まあ、そのお礼と、お名刺交換を、させていただきましたのが一番最初の、出会いでした。まあ、その際は、来月オープン予定の、旭川晴れてさんという、北海道の旭川で、太蔵さんが、お取り組みをされております、まあ、地方創生の、事業のお話を本当に熱心に、されていたのが、印象的で、私もあの大変興味深くお聞きさせていただきました。その後、まあ、何度か、伊予市、そして丸太の本社の方にも、遊びに来ていただきまして、いろいろとお話をする中で、何か一緒にお取り組みできたらいいですねというご提案を、させていただいたところ、まあ、ぜひあの北海道と、愛媛の、食材を使った、商品開発をやってみたいという、太蔵さんの、熱意も、あり、特命係長就任という運びになりました。本当にありがとうございます。YouTube 動画では、YouTube 動画は、この春から、感染対策をしながら、みんなで、力を合わせて、作った作品です。太蔵さんとの、商品開発の様子はもちろんなんですけども、あの安心安全、安心安全な食品作りに全社一丸となって取り組む様子、そういったものをあの自然豊かな伊予市の魅力と合わせて発信していきたいなと思っております。ぜひ皆さんに楽しんでいただけると嬉しいです。本日の記者会見どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして太蔵さんから一言。いや、皆さん改めて本当に今日はお忙しい中ありがとうございます。杉村でございます。今副社長からもありましたけども、クレーは愛媛朝日放送さんのですね、商売の仕組みという番組がありまして、でこれ今日会見で他の局の方もいらっしゃるので、ちょっとそこだけ言って申し訳ないんですけどね。で本当に嘘偽りなくその番組で商売の仕組みという番組、この番組非常に面白くて、愛媛県内ですね、本当に有力なこう可能性を秘めた企業、ま、が、集まっていただいて、そこでいろんなチャレンジをしている、
そうした中に太蔵さんが来てもらって、なんかこういろんなこう化学反応が起きたら面白いんじゃないかっていう企画の番組だったんです。でその番組に土井私の弁護士じゃないのって一番大事なのすみません、気を抜いてます、気を抜いてます、この弁護士でこれで弁護士なしの弁護士でございます。すみません、いいですよ、まあ、番組もこんな感じでちょっと滑り気味のね、あれだったんですけども、でもおかげさまでいい高評価で、大沢アナウンサーがですね、中を取り持っていただいて、実は今日の日を迎えることができました。これ結構真面目な話をしますとね、タレントとして、こういった場合、例えば広告塔としてですね、CM キャラクターということはやっぱこれまではごく当たり前で、じゃあそれ以上でもそれ以下でもないと。ただ私自身はタレントであると同時に、今副社長からもご紹介いただきましたけど、地元で旭川晴れてというですね、小さなお店を25店舗集めた、商業施設をこの7月10日グラウンドオープンするんですけどね、そういった実業もやっていますよ。でその、旭川晴れての店舗でもですね、この丸友さんの商品をぜひ使わせていただきたいと、いろんなそういう話の中で今日はありましたね。ただ単に、私自身がこの広告と CM キャラクターとして今日ここにいるんではなくて、本当リアルビジネスとして、本気でこの年内にもですね、私の地元北海道の食材、もう素晴らしい食材いっぱいあります。その北海道の魅力と愛媛伊予のこの素晴らしい出汁の文化、丸友さんが誇るこの感動を削り出そうというね、これをうまくこうコラボさせてですね、イノベーションして新しい地域創生、地域活性化のですね、モデルを作っていきたいなっていうのがですね、今回の取り組みです。単に CM キャラクターじゃない、実際に商品開発するんだと。で言ったらですね、じゃあ太蔵さん、なんか役職つけましょうかと。それはありがたいですねと言ったら、どんな役職かなと思ったら係長だったと。いやで、それはそれでいいんですけど、特命係長をいただきまして、これまたね、副社長のナイスアイデアだなと思ったのは、これ売れたら、年内出す商品が売れたら昇給もあり得ると、昇進もあり得ると。だから次回皆様方と会う時には課長になってる。で、会わないっちゅうことはもう終わったっちゅうことです。いやこれ本当に、ね、毎月1回来てるんですよ、私実は。今日本当にそうです。大好きです。でオンラインでもしょっちゅうやり合って、打ち合わせをさせてもらって、ですので、これは本気で私自身もただ単に CM キャラクターとかじゃなくて、商品開発をして、やっぱり北海道と、愛媛伊予のいいコラボをして、イノベーションをして、新しい地方創生、地方活性化の何かモデルを作っていきたいというのがこの企画ですので、ぜひ皆様方にですね、ご支援をいただけたらなと、そんなふうに考えております。本当に本日はありがとうございます。何か質問がありましたら、はい、はい、それでは各社ご質問をお受けしたいと思いますので、挙手の上ご質問お願いいたします。こんなに記者さんで特段質問がないじゃないですか。どうぞ。愛媛新聞の西田です。そのコラボ商品ということですけれども、具体的にはどういったものを選んでますか？あんまりまだ細かく言えないんですけども、今、私どもが、私がですね、提案させていただいているのは、毛ガニをって、やっぱ北海道って言うと、ほんと毛ガニって美味しいんですよ。で毛ガニを使ったね、毛ガニ雑炊、これをぜひね、皆さんにね、それなりの価格で召し上がっていただきたい。いや、これ高いんですよ、高いんですけど、でもね、本当にこう、お祝い事とかね、何かこう、本物のね、北海道の味を、本物の丸友さんのこの出汁とコラボさせてね、美味しいものを作っていきたいなと。毛ガニ雑炊、毛ガニ雑炊とか、あとやっぱり私ども自慢なのは、やっぱり
北海道の場合何が一番好きですかって言ったら、やっぱりね、トウキビなの、トウモロコシ、北海道トウキビって言いますけどね、うん、あのトウキビのあの甘さっていうのはやっぱちょっと桁が違うな、アスパラ、ジャガイモ、玉ねぎ、それから海産物だとはホタテもすごく美味しいですよね。だからいろんなこの北海道の食材を使って何かこう商品開発できたらな。でこれからすごく地方創生で大事なのは地域間交流、地域と地域が結び合ってできるイノベーション、これがとっても重要です。で実は今日の午前中も商品開発会議やりました。で、まだまだ試作の段階なんですけど、試作の段階では北海道の人間が食べるこの毛ガニの感じからやっぱまだまだちょっと距離感があるなと。これを何度も何度もこれから試行錯誤して、まさにね、オホーツクのね、あの浜辺で食べているような味をなんとかこの丸友さんの力で再現できないかというのが今私どもが考えている。こういったやっぱ地域間交流こそがね、新しいイノベーションを生むし、それこそがこれからの地方創生の大切なポイントだと。今までだったら例えば地方でいい企業があったら東京行くとか大阪行くっていう、そういう活性化活路だったと思うんですけど、これから積極的にこう地域間でコラボをして商品開発していくっていう一つのね、本当モデルケースを作りたい。はい、はい、よしです、はい、あのふりかけというふうにちょっと拝見したんですけども、ええ、それに限らずといったことになるんですか。ふりかけも今やってるんですよ。ウニふりかけ、生ウニふりかけ、ただこれは僕がぜひやってほしいんですけど、技術的には相当大変らしい。料亭の味、料亭の味、ええ、やっとこのキーワードが、やっとキーワードが、ええ、ここで生きてくる。そう、料亭行ってみたいってその時に行ってた、あの時食べたあのふりかけふりかけ出てきたかちょっと分かりましたけど、ねね、料亭の味を再現できるような、あ、ウニふりかけを今女優さんと一緒に考えてるんですけど、なかなか難しいですね。はいはい、だから本当に僕もいろいろ美味しく調理するっていうのは、まあ、そんなに難しくないんですけど、それをやっぱりいかに家庭に、ね、届けるかっていうのは、これはもうやってみて本当、うん、だから今日ここにこうラインナップがありますけどね、例えばねこれ、まあいろんな商品あるんで全部紹介したいんですけどね、この塩ちゃんこ鍋つゆ食べた時ほんと感激しましたよ。これだと何を入れても美味しいですよね。どんな下手なのやっても美味しくなりますね。でこういった商品をぜひ作りたいと思うんですけど、これ作るのにもね、まあいろんな苦労が重ねて重ねてようやくのあれですから、いやーほんと大変な思いをして、まあ一つ一つの商品作られてるんだなっていうのをいろいろ勉強させていただきながら、こう私自身も提案して作っていきたい、はい、よろしいでしょうか。はい、他、はい、山田さん、はい、テレビの山田と申します。ありがとうございます。今回北海道と愛媛の食材のコラボレーションということですけれども、はい、まあ、先ほどの北海道の食材については非常にいろんなお話ありましたが、逆に愛媛の食材についての印象ですとか愛媛自体の印象というのはいかがでしょうか。愛媛はだからもう丸友さんの印象がすごく強いですよね、うん、鰹節だとか、あとはその、まあ、景色も素晴らしいし、そこのすぐの浜もね素晴らしいし、まあだからみかん、みかん、だしやね、だし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 、いやこれね申し訳ないんですけどね、これマウント取るようで申し訳ないけどね、北海道から比べるとねやっぱり最上位です北海道って、次はあぐらをかいちゃうんでねなんですけど、だから今でもこうしたいろんなやっぱでも出汁っていうのは本当美味しいです。毎回毎回この商品開発でいろんなマグロのとカツオと、うん、はい、あと何でしょう、あのサバイワシ、サバイワシ、はい、いろんな取り方でそのブレンド次第で全く味が変わって、例えば僕は個人的にちょっとやってみたのかな、北海道のホタテのねしゃぶしゃぶ、こちらの出汁でホタテしゃぶしゃぶ、うんうん、今まで食べたホタテとは全く刺身でもないバター焼きでもない、まあなんて
上品な味に変わるかなと、まあ、そういった、だからこっちはやっぱ食材が強いので、そこのベースになるね、美味しさ、旨味っていうのをね、なんかこうコラボできるですね。出汁が、出汁が効いてると薄味でも美味しいですね。出汁が効いてると薄味でも美味しい。太蔵さんは薄口政治評論家だけど、コメントも美味しい。コメント美味しい。あの、薄い方が長く楽しめますからね。こけりゃいってもじゃないですか。本当に。疲れちゃうでしょ。疲れちゃう。そんな、今日もね、そんな、熱弁振るっている間には同じことを繰り返してるんじゃないですか。薄い。そうです。大事、薄味大事。何度でも食べれるんですよ。ここがポイントでございます。よろしく。はい。パリにご質問ございますでしょうか。テレビ愛媛の鈴木と申します。お願いします。売れたら小市民で、売れなかったら平社員ということなんですけど、太蔵さん的にはどれぐらい具体的に売れたら小市民になりそうですか。これは人事評価するのは副社長の私からあんまりこれだけだから昇進しろってあんまりそういう書かれちゃいませんからね。そこは明確な人事評価があると思うんですけど、どうですか。やっぱり1000万ぐらいは目指したいなって。まずは1000万。まずは通販で。通販で1000万。まあまあな、結構な売り上げになりますけど、一つのハードルでございます。二塁打ぐらいですか。二塁打ぐらいで。1000万だと。1000万だと、はい。ホームランっつったら、そうですね。1億。1億。1億いったらホームランですね。ホームラン。文句なしの課長。1億いったら。ホームラン課長。3000万、1000万だと、課長、課長で一回課長ない挟む。いや、シビアですね。コツコツと。で、合格ラインは1000万。1000万で目標にしております。12月ですね、まず目指すは発売。あ、12月にやりたいと思います。決まってる。あちょっとやばいっすか。12月って先だなって、こうニュースバリューがなくなるから年内でって年内やりましょうっていう打ち合わせしたんですよ。あれ12月からまだ先だなってなるからこれ引きが弱くなっちゃうなと思って。逆算するとやっぱりそのくらいになっちゃうらしいんですよ。もう僕なんか9月ぐらいには出したいなと思ってるんですけど、もう9月に出すってことはもう今この時点でこういう形になってなきゃいけないらしいんですよ。ああもうどうぞ。大変なんだなと思って、うん、逆算してみた9月10月ぐらいにこの商品の発表ができて初めて12月あの年末商戦に間に合うかっていうぐらいで、まあ、その辺も本当に勉強させていただきながら、だからそういうことで、はい、ありがとうございます。はい、はい、あの会議を重ねていく中で目標は達成できそうでしょうか。手応えはどうでしょう。これはね、正直言うと結構やっぱ難しいです、うん、と言いますのは僕も本当ね今ありとあらゆる EC サイト の商品見てますけども、そう簡単じゃない。それは僕が消費者でもじゃあどっか誰かのタレントがね開発したからってすぐそれを買うかって言ったら決してそうはならない。何かやっぱそこに訴求していくものがないといけないし、なのでやっぱり1000万というのは本当にリアルに高いハードルなんですけども、これまた超えられないハードルでもない。なのでまずは最初のね商品としてそこを目指していきたいなと、うん、はい。大蔵さん的には一回こけるぐらいの方がキャラ的にはいいんですか。いやそうか、一回こけるキャラクターがいいっていうキャラクターはいませんからね。やっぱりまずはそこの最初の、ね、クリアしたいですね、1000万、はい、ありがとうございます、はい、他はございますでしょうか。はい、すみません、朝日新聞の天野と申します。はい、よろしくお願いします。今ちょうど参議院選挙ともやってますけど、政治家の皆さんは、地方創生を語れる場合と、今、飯村さんも地方創生を語られているわけですが、昔の政治家の立場として考える場合と、現在、自由な立場で考えられると、なんかご自分の中でフィーリングの違いってなってます。いや、ありがとうございます。これ、副社長、最初に会ったときに話をした内容なんですけどね、おっしゃる通りで、まあ、今これから選挙戦やりますけど、みんな全候補者が地方活性化、地方創生って言いますよ。じゃあね、僕も本当に反省なんですけどね、
地方活性化とか地方創生ってその定義って何だろう、あの伊予の活性化の定義って一体何ですかと皆さん。じゃあかつてはね公共事業を持ってくるとか、じゃあかつては大きな工場を誘致するとか、まあ、そういったのが一つ の、 あの活性化の姿だったかもしれませんけども、まあ、今この令和に入ってじゃあ新たに公共事業かと、じゃあ大きな工場を誘致するのか、それだんだん行き詰まっているのはもうご承知の通りですよね。でここで、まあ、僕が2016年だったかな、もう一回この議員を辞めて、そして今テレビで仕事をいただいて、まあ、いろんな地方行くたんびに、まあ、やっぱこう商店街がシャッターになってると、で人口も減って衰退してっていう、改めてこの地方活性化って一体どういうことなのかなっていう観点で、まあ、あの慶応大学に行かせてもらって、でこの時にまずね、地方活性化、伊予の活性化って言われたらその活性化の定義っていうのをしっかり定めようと。でここで僕自身が考えるこの伊予の活性化ったら、この伊予市においてまず新しい新規の創業者が増えること、まあ、起業家が増えること、そして雇用が生まれること、そして最後税収が生まれること、この3つがちゃんと上がっていくことがこの伊予の活性化だと。じゃあそれはどうやったらできるんだろうかっていう観点で、実は旭川晴れてっていうのを作ったんですけど、旭川晴れてっていうのは旭川買い物公園っていうのがあって、これは地元の商店街です。目の前に市役所があって金融機関があって、東京でいうと大手町です。ところが今現在どうなってるかって言ったら、シャッター街と駐車場になってます。でどうやったらこの町の中心地で新規の創業者が増えるんだろうか、雇用が増えるんだろうか、そこから税収が生まれてくるんだろうかっていうことで研究をして、私は小さな1店舗7坪ぐらいのでカウンターとちょっとしたテーブルぐらい、まあ、本当にちょっと横丁みたいな、ああいう小さなお店で25店舗集結させて、で敷金、礼金、保証金一切いりません。それから辞めたいときはいつでも辞めていいですよ、お店ちょっと継続できませんって言ったときに、辞めるって言ったときに違約金は発生しません。家賃は完全に店舗運営委託契約という形にして、売上の 80% を店舗にお返しします。一旦売上は弊社に本部に作るんですけどね、 80% をお戻しします。で 20% 分のうちの 3.5% これ完全キャッシュレスでやるんです、旭川晴れてる。で 16.5% が弊社の収益になります。そうするとまあ、厳しい時は定額ではないので、その売上に連動なので、でも良くなったらお互いウィンウィンの形で、各店舗の売上が上がることが弊社の売上にもつながると、そういう形で一緒になってですね、このお店を盛り上げていこうと。そういうふうにやると、これが一番いいのは建物も内装も建物もそれから厨房機器もそれ椅子テーブル全部僕が用意したんですよ。でこういうふうにやった方が伊予もね、伊予の若い人たち、意欲的な方々も何かやりたい人はいても、なかなかそのチャレンジする課題が大きすぎるんですよ。僕も調べましたけど、伊予でねどんなに小さなお店持とうとするんで、やっぱ5、600万かかっちゃいます。じゃあこの5、600万のねリスクがなかなか取れないんですよ。だから町の中心地で本来はもっと意欲的な方々はチャレンジしたいところだけども、できなくて出てってしまう。これになんとか歯止めをかけたいっていうのがこの弊社の旭川晴れてのプロジェクトなんですけど、これ去年の8月にこの出店者募集説明会やったら400名の旭川市民が説明会に来てくれて、うち84名がエントリーしてくれて、それから第7次審査までやって、ようやくこの7月10日グランドオープンなんです。で本当はね、この旭川晴れてをぜひね、僕はね伊予にも作りたいと思ってるんです。伊予晴れて。で伊予は旭川と、旭川30万人ぐらいの都市なんで、まあ、それもかなり人口は少ないように見えるんですけども、でもね伊予のこのポテンシャル、丸友さんもいるし、市長も熱いし話は長いしびっくりしました。これ実はね、前回行った時ご挨拶させてもらったんですよ。普通はね、
行くと結構ね行政をして話を聞くあの方をあんなにいろいろ教えてくれるっていうかほとんど僕が話さないで終わったっていう。いやでもすごくすごいなと思ったのは本当にそれでも2分ぐらいで今のような話をしたらもうすぐここどうだ。だからあのフィーリングとしてはよしさんもですねあのなんかそういった弊社の取り組みに対して関心を持っていただいているのかいずれね僕はねなんとかこの胃を張れて小さなお店を集結させて新規創業事業育成事業拡大この3つのねプロセスでこの医療の活性化にもコミットしていきたいなと係長の分際でちょっと気づいたんですけど申し訳ないんですけどそういう思いを持ってます。はい、はいはい、よろしいでしょうか。他ございますか。はい、はい、テレビの山田と申します。副社長にお話をお伺いできたらと思うんですけれども今回あの特命係長に就任した杉村さんに期待されることっていうのはどういったところでしょう。やっぱりその失敗してもいいからあのやってみるっていうことで、まあ、売り上げはちょっと分かりませんけども、まあ、こうやって今日も皆さんに本当にこんなたくさんの皆さんに来ていただくっていうのはやっぱり杉村太蔵さんの人気もあると思うんですけど、まあ、この伊予市のこう地方創生にもつながるのかなっていう、そしてあの従業員も皆さん喜んでるんじゃないかなって、まあ、そういうところでまあ一緒にお取り組みをさせていただけることは本当にあのありがたいなと嬉しいなと思っています、はい、あの商品が売れたら昇進というお話もありましたけれどもどの段階まで昇進というのは可能なんですか。役員にも役員もあり得るのか10億ぐらい売れる10億ぐらい、はい、いやでも目指すとこそこですよ、はい、いや分かんないですよねこうビジネスって、はい、本当にでまあいろいろ挑戦しますからで大事なことはこれ地方創生これはうまくいかなかったっていう蓄積も大事なんですよ、うん、実はでそれちゃんと公開してねで YouTube でしっかりそこも公開してで見ながらああこれうまくいかなそうだなこれ期待できるなって皆さん多分見ながら思ってくれると思うんですけどぜひね、あれ結構ね書き込みもしてくれる方もいるんですね。その書き込みは辛辣なコメントであればあるほどね我々よく見ますでそういったコメントからやっぱりすごくこうあのあなるほどなというのはありますので別に遠慮なくあの書いてもらいたいしあのやっぱりいいねいい形でこの医療全体が盛り上がっていったらいいなと思ってるんですよね。はい、よろしいでしょうか。はいがございますでしょうか。はい、はい、あの愛媛朝日テレビの大沢。お世話になりました。お世話になります。まあ、非常に面白い取り組みで大きなプロジェクトだと思うんですけども太蔵さん自身このプロジェクトにどれぐらいの気持ちを持って、望まれてるし望みたいというふうに思ってますか。言葉はあれですけども全身全霊とにかくあのいや変だしね寝ても覚めてもやっぱ商品開発のことが頭にありますよ。いや商品開発はそういうもんですね。でこれがまた皆さん方との今ここに並んでるラインナップの並ばなかった商品たち、うん、無数にあるって言うんですよ、うん、もうでこういう話を聞きますとねこの子たちは本当スターだなと思うんですよね。だからとにかくもう全力で、しっかり取り組みたいと思います。なんか例えば沖縄行った山口県行った青森県行ったその行った先でねあこれはマルトモさんとコラボできないんじゃないかっていう視点でね、まあ、いろいろこう北海道に限らず全国の各地のあのコラボをしていきたいな、まあ、それもご提案させていただきたいと思います。でマルトモさんは全国に工場仙台と愛媛と、はい、ありますね、はい、だから今度仙台工場にお邪魔したいな、はい、まあ、いろんなとこ行ってあの話を聞きながらやっていきたいなと思います、はい、本気ですか。本気大丈夫どう見ても一生懸命やりますよ。薄いけど本気。いやいや本当いやでも相当やってますよね。相当そう本当にタレントさんがこんなに敷居が低いのかっていうぐらい本当に来てくれて身近にやって一緒に議論してもう本当社員と同じ感覚でやってますので、
ただこれはあんまり余計なことかもしれませんけどね、タレントも変わっていかなきゃいけないなと思いますよね。やっぱり単なる広告キャラクターっていう時代は終わってんじゃないかなっていうのは僕の考えで、やっぱりタレント自身もやっぱりきちっと勉強し、やっぱ企業側の期待にしっかり応えていくっていう、そこのやっぱり満足度を上げていかないと、ただ写真撮ってにっこり笑ってっていう時代は僕は終わるんじゃないかなっていう、まあ、本当にそれは感じています。だから逆にそれはそれで やったことなくはないんですけど、なんとまた味気ない仕事なんですね。むしろこういう形でしっかりコミットして、細かいことは言えませんけど、あの単なる役職が上がるっていうよりも、あの売れたら色つけてくるんですよ。ロイヤリティなんですけど、ね、社内の審査が通っておりますので。いやでも本気でね、やっぱそういった形で、あのもう少しタレントっていうかね、そういう立場の人間たちができることもあるんじゃないかな、特にこの地方創生っていう観点で、あの何かそれって多分僕はもともと議員からこの芸能界に入ったところがあるので、もっとこう先ほどの質問にもありましたけども、議員ではないだからこそできることもあるんじゃないかと、まあ、そんなふうにその新しいなんか立ち位置みたいなね、を、まあ、まさに商売の仕組みをね、なんか考えれたらなと思ってるんですよね。はい、よろしいでしょうか。はい、他ございますでしょうか。はい、旭川カルテしてってもですね、はい、例えばどういった商品を置くんでしょうか。旭川カルテ25店舗は現状基本的には全部飲食店です。あ、はい、で丸友さんの商品でいうと例えば、あの今お願いしたこのソフト削り節とか、ふりかけ用の、あとだし用の鰹節、そういったところで外食店さんに貢献したいと思います。あとだしは伝道師を北海道にも一定したいちいちで伝道師だしを伝えております、全国に。あの朝日から来ていただいて結構受けてるじゃないですか隣に僕はちょっと不安になってました。他質問ございませんでしょうか。はい、ではここでですね、任命書の授与式をやらせていただきます。はい、はい、任命書の授与式およびフォトセッションというふうにさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。任命書、杉浦太蔵殿、貴殿を、商品開発特命係長に任命します。2022年6月24日、マルトの株式会社、豊島美津と今井仁、よろしくお願いします。ありがとうございます。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。名刺も、あ、そう、名刺もらったので、後で皆さん、ぜひちゃんと作ってもらいまして、ありがとうございます。で、以上をもちまして、記者会見、中締めとさせていただきます。皆さん、ご協力ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。